書で大成するのはそんな簡単ではないし、ペインティングで大成するのももう今更簡単ではないし、書もこう最初は二次元でね書いていたものがもう二次元じゃ飽き足らなくなって立体の書を作り始めるんですよ。感覚的には書家っていうものを飛び越えた何かをね、こうなんか持ってるのかなっていうね。彼女のコミュニティというか生息しているエリアとか、つながっていってる先が書の人たちの群衆の中にいないんですよね。コミュニティじゃないと思うんですよ。そこが彼女がいろんなところでコラボレーションが起きたりとか、新しい書の形をまあ考えてみるとか、試行されるポイントになってるんじゃないかなって気がして。ちょっと似たような立場の人って何人かいますよね。そういった人たちよりはまあアーティスト志向が強くて、社会においてまあアートとか書がどう機能していくのか、社会に対するこう関心みたいなのがあるっていう印象があるんですよね。素晴らしいですね。まさに書を三次元に飛び出させてあげた作品だと思うんですけど、いやどうやったらこの一つのものが漢字になるのかって、これは都に書いてるんですかね、詩書さんが。色使いも非常に鮮やかですね。非常に色彩豊かで美しい絵ですね。実際に海外に出てみると世界は日本を見ていなくて、でも私たちに、誇るべき文化があって、アートの力とか文化の力で尊敬される日本っていうのは再びあるんじゃないのかな。書は天職だと思っています。神様が与えてくれた職業だと。ここにしたいと思います。